音符の作り方。使用するバルーンはこちら。5インチラウンド黒を膨らませます。260黒を80センチほど膨らませます。ラウンドバルーンと連結します。絞りひねりを一つ。30センチのバブル。絞りひねりを一つ。風船に曲げ癖をつけます。適当な長さのバブルを作り、残りはしぼませます。形を整えます。これで完成です。お疲れ様でした。